クロードメニールは畑のサイズは 1.8 ヘクタールということは DRC ロムネイコンティと同じサイズ、ブドウ畑なんですけれども、コレクトとかもう本当にあのシャーデネの好きな方のもう本当に愛されてる、シャンパニーなんですね。非常にピュアともうミネラル感が、非常に強いんですね。その後は、クルククロダンボネです。この畑も非常に小さいなんです。あのこの2種類は、両方ともですね長い熟成されたものなんですね。なんか12年以上、なんですね。だからもう本当にあのもう飲み機会がもうなかなかない、と思っております。単一のブドウ品種、単一の、畑、そして、単一のヴィンテージで作られる唯一無二なシャンパニュがありますので、味わいの奥深さであったりですね、こう複雑性というのを参加されるゲストに存分に、楽しんでいただければと思います。このミュージックペアリングのプログラムを作っている理由は、もう昔からクルーグメゾンの大事なことはミュージックなんですね。本当にあの最初のジョセフ・クルーグからね、あのもう、設立者から今の6代目当主のオリヴィエ・クルーグまでの、なんか本当にいつも、シャンパインをテイスティングするときに、あと子供の時も本当になんか音楽ちょっと聴きながら本当にもう楽しいとか、贅沢な多分ちょっと不思議なコンセプトだと思うんですけども、楽しい。